こんばんは。今6時56分に収録しています。先週は1週間先週というか今週か1週間お疲れ様でした。今日は10月26日の土曜日です。はい。ナスダック100についてですね、まあ軽く、まあこの対局というかこの夏のね下落と上昇をシンプルに解説したいと思います。あの値動き予想は、まあ、ここではしませんが、はい、なかなかできないよね今ね。はい、やっていきます。よろしくお願いします。このトレンドラインなんですけど、こういうウェッジとかのねこのライン上側はもう1本しか引けない。誰が引いてもねもうこのラインになるかなって思うんですけど、こういうラインがあります。で下側なんですね。下側がね結構その引き方によるんですね。ですのでまあちょっとこう引いたりとかこう引いたり、まあこれはちょっとさすがにはみ出すぎかな。はい、まあ、ここ最近のこういうローソク足でこの安値とこの安値を引いてみると、でもっと深いところでいくとですねこういう引き方もできます。あ、ごめんなさい、これナスダック100のチャートです。はい、こういう感じでねまた別のラインを引けます。これはこれでまた見ていかなくちゃいけないんですけど、ここ最近のこういうローソク足の安値と高値を結んだこういう三角形の上昇ウェッジというのがあって、それをまあしばらく注目していました。はい、でそうしましたらですね、まあこの日ですね10月23日の水曜日にまあ、大きな下げがあったじゃないですか。この大きな下げはですねこの上昇ウェッジを下にブレイクしたせいでですね、まあ、こんだけ大きく下げたのかなっていうふうに認識しています。でその後ですねもうほんとピンポイントでこの ダブルボトムのネックライン、この赤いライン、ここで綺麗にねサポートされてるの分かりでしょうか。はい、ここで綺麗にここでサポートされてると、うん、なのでまあまず一番目にですね、上昇ウェッジを、まあ、この8月からずっと、はい、上げ下げ上げ下げで、ボラティリティがどんどんこう縮小する中で、ウェッジを形成していましたよと。はい、で、2番目に、先週の水曜日にですね、はい、下にブレイクと、ね、大きな下げがありましたね。で、ここから下落かと思いきや、まあ、下落というか、下げっぱなしはないんで、下げて戻して下げるみたいな、そういう形かなっていうふうに思いきやですね、なんとですね、また最高値、直近高値をね、更新してきたんですよね。まあそれが昨夜です。はい。3番ね、急上昇し、で、どこまで行ったのかっていう、まあその認識なんですけど、まあこれはリアルタイムに私見ていたんで、ああ、ここ触れるかな、触れるかなっていう感じで見ていました。はい。で、そうしましたらですね、まあ3番、急上昇し、この、三角形の上昇ウェッジ、はい、下抜けからのこうまあバックテストというかね、はい、ここを触りに行ったと、うん、いやでこの触りに行くっていうのがね、もうこう直近高値を上抜くぐらいまでの上昇となるっていうね、まあその想定はなかなかなくてですね、特にあの寄り付きの5分足とかで見てたら、もうどん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 上げていくと。はい、短時間でもう200ポイントとか上げていくと。はい、で、まあ時間外でも上昇していましたから、時間外でね、ずっとこう上昇していると、まあギャップアップなんで、はい。なので、まあギャップアップして寄りつくんで、まあその後ね、ギャップを下に埋めに行くっていう考えがどうしてもあるんですけどね。だけどそうじゃなくて、もうどん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 上げていくという展開でした。はい、で、あ、どこまで行くのかなっていう感じで、この、まあ、三角形とかこういうのを見てたら、まあ、ここにタッチして、でその後、反落という形になりました。いやー、ほんとね、昨日は特にね、難しいと思いましたね。うん。この下に走るときは、結構、あ、ここ割れだし、下走っていくかなっていう感じで見通しも出してたんですね、メバさんに。で、まあ、うん。それはそこまで想定外という感じではなかったんですけど、まあこういう抜けたこの白ラインに対してこんな感じで触りに行くのかと、はい、いう感じで、ものすごいね私にとっては、はい、ここまで上げるかっていう展開でした。はい、もうナスダック本当ね、 SOXL なんか見てるとですね、まあまだ戻しの範疇なんですね。直近の、まあ、分かりやすい、高値、例えば SOXL はね、こういう高値、こういう高値、これね、上抜いてないですよね。
まあ、こういった細かいところは1時間足とかで上抜いて、逆三尊とかも上抜けすると、この辺までは逆三尊完成させて、この辺までは上げて下げていくっていう私予想だったんですよ。だけどね、1ドル強かな、はい、自分の中ではちょっと上振れして、あ、この辺まで上げたのかと。ただこういった高値はまだ 上抜いてないと、はい、上抜かずに反落してるという感じですね。まあだからある意味ね、この下落チャートっていうのはそこまで、はい、おかしな動きじゃないんですけど、ナスダックについてはですね、ここの直近高値まで上抜くかと、うん、時間外でねずっと上げ、一体このナスダックはね、まあ陽線が1時間足で1本2本出だすと、もう本当止まんないなっていうね、まあそういう、はい、感覚ですね。うん、でまあ、結局この、白ラインに裏からタッチして、でその後反落していったと、はい、という流れになります。これがまあ昨日ね、起きた値動きですね。はい。で、レンジ中の、まあ、鉄則というか、よく言われることとして、レンジ中の高値、レンジ中の安値。はい。ちょっと色変えますけど、まあ、このレンジ中の高安、うん、を抜けない限り、なかなか見極め判断難しいよ、ということで、ここ最近こういう動きだったんで、ね。はい、高値と安値を睨みながら、まあ、見ていました。でそうしましたら下に割ったんですよね。ここの安値をこの、10月23日の水曜日にここ割ったんですよ。でその後まあちょっとヒゲになったんですけど、はい、ですのでまあ戻しの後サイドブレイクかなっていうふうに思ってたんですが、まあこの黄色のね高値まで今度はブレイクしてったということだから、これレンジ中にこうボックス相場で高安をこう睨みながら安値割るのか高値割るのかってね、うん、この下抜けと上抜けをこう見るんですけど、いやまあいずれもねヒゲに終わってると、ヒゲに終わってまたボックスの中に戻ってきたっていう見方もできますし、はい、まあここにちょっと書いてあるのを読みますと、レンジ中は直近高値直近安値を抜けたらレンジブレイクという認識だが、まあこれ実態で抜けてないと、ヒゲレベルにとどまってると、はい、今回はね、こういうヒゲ先レベルでレンジ幅を切り下げ切り上げで拡大しながら、はい、ラッパ状にですね、こういう高値が切り上がった、で安値も切り下がったと、ラッパ状にひょっとしたらこの後ボラティリティがねちょっと拡大していく可能性があるかなって、大統領選なんかに向けてね、でまあ、来週決算とか雇用統計もあるのかな、はい、だからちょっとねこうラッパ状に拡大していく可能性があるのかなと、はい、いうことですね、はい、なので、まあ、今回はレンジ幅を切り下げ切り上げで拡大しながらレンジ継続であると、はい、ですのでレンジのこういうボックスをしっかり見極めましょうっていうのもですね、終わり値でしっかり実態で割ったのかどうかっていうのを確認しなくちゃいけないし、まあ、場中でレンジブレイクを錯覚して、例えば水曜日の段階で追っかけショートだとかね、まあ昨日なんかはここどんどん上がっていくから追っかけロングだとかね、こういうのはねやっぱり現金ですね。私はまあ口癖のように、はい、下げてる、勢いよく下げてる最中、勢いよく上げてる最中に追っかけポジは取らないんだよと、はい、いうことで、本当にね自分ももうここ1ヶ月ですね、もう1ヶ月ずっと似たような値動きしてるんで、はい、自分の今取ってるポジションもね、縦値を行ったり来たりでね、はい、なんていうのかな、もう疲れてしまうと、はい、いう感じです。早くねちょっと展開見せてほしいなって思うんですけど、うん、まあ、ただですね、こういう横ばいが続くとどうなるかっていうと、はい、横ばいが続くとですねどうなっていくかっていうと、トレンドライン的にはね割っていくんですよね。横割れって呼んでますけど、ね、下にブレイクじゃなくてね、はい、でさらにね、まあ、ボラティリティがどういうふうにこう拡大していくのかっていうことも注目ですし、いやーまあほんとね、まあ、様子見が一番だと思いますよ。今は本当にめちゃくちゃ難しいもんだって。はい、ダウとかはね、すごく今分かりやすい動きをしてるんですね。ダウについては。ダウちょっと一瞬見ましょうか。うん、ダウについては、4時間足なんかで見ると、ほら、見てください、これ。めちゃくちゃ素直なチャートじゃないですか、これ。ダブルトップからのね、こうやって戻しがあって、こういったところがあって、で、こうね、うん、サポレジで落ちるみたいな、はい、感じになってますし。で、S&P500 についても、
まあちょっと天井固めなのかレンジなのかっていうね、はい、こういったところ安値つけてますけど、ここを再度割ってくるってことになればナスダックなんかもね、まあ下落しやすくなるんでしょうけど、まあなかなか難しいと。 SP500 はまあちょっとね、はい、アップダウンが結構大きいかなって思います。まあただナスほどじゃないかな。ナスがねもう本当にいびつな形してるんでね、この上げ出したらねもう全く止まらない、いつになったら止まるのかなみたいなね。で下げはね結構短期間で一瞬、あの期間的には、時間軸的には一瞬ですね。ただ下げってまあ一般的にも言われるように結構一気にいきますよね。下げるスピードって速いですよね。はい、なのでいやまあちょっと本当にね、しばらく様子見をしながら、まあ、はっきりしたことは言わずにですね、まあ、極力、まあ、昨日も一般公開ライブをやりましたが、まあ、リアルタイムでね、まあ、どんな感じで動いていくのかっていうのを、はい、まあ、例えばリアルタイムでねチャート観察をする際に、昨日なんか意識していたのはこれ4時間足なんですけど、1時間足でもいいかな、はい、ちょっと1時間足で細かく見ますね。昨日私がここを割るか割らないかって意識したところがあります。例えば平行チャンネル、よいしょ、こんな感じで意識しています。こんな感じでここここここね、ちょっとブラシで書きますと、こういったところで意識がされているチャンネルがありまして、平行チャンネルね、で、ここ、ここ、で、ここら辺ね、ここら辺ね。で、ここ上抜けましたと。はい。上抜けて、このチャンネルを上抜けたんだけど、この白割るかなどうかなっていうのを昨日、ライブでずっと見ていました。こんだけ複数点ね、テクニカルが効いていると、ここを上抜けるとですね、まあ、どうなるかっていうと、まあ、やっぱり、その後の値動きとしては、シンプルに書くと、こういって、ある程度走って、こうやってレジサポ転換してこう上げていくと、はい、こういう流れになります。はい、なのでここ割ってくると、あ、この時と同様嘘抜けっていうかね、まあこの抜けは嘘だったんだね、フェイクだったんだねっていう認識になるんで、まあ来週以降はですね、この白をもうここ今、はい、寸止めというか、もうどうですかね、これだけ見るとちょうどこの白の上にいるんですよね。だからすごい瀬戸際なんですよ。この昨日の上昇が一過性のフェイクだったのか、もしくは上抜けの過程であるレジサポ転換、ここからサポートされていく類のものなのか、はい、この見極めが来週、はい、明けに、まあ、見えてくるかなって、はい、いうところですね。はい、まあ、こういうのをですね、まあ、リアルタイムで、チャートライブなんかで追っかけていったりとか、はい、だからもうリアルにね実際やっぱ見ていくしかないのかなっていうところですね。はい、いろんなラインは意識しているんで、で、まあ、ナスダックも今強いですから、いろんなこういうサポート、各種サポートラインっていうのは、サポートが効くんですよ。トレンドラインもなかなか割らないしね、こういったダブルボトムのネックラインも、本当ピンポイントで効くんで、はい。ですので、ある意味ね、テクニカル、値動き予想ができるとかできないとかっていう話じゃなくて、こう引いたラインに対してすごくね、正直にサポートされてくれるんですね。そこでしっかりこう買いが入ってくれると。はい、でまあ逆にね、先ほど示した通りレジスタンスライン、こういう三角形のウェッジを裏試して落ちるみたいな、まあ、そういうのもね分かりやすいんですけど、ただどのラインが反応するかっていうのが分からないわけですね。はい、このまま落ちていって、そうですね、再度このチャンネルまで落ちていくのか、ね、再度こういったところまでジグザグ落ちていくのか、その後反発するのか、それは分からないわけですよ。ですのでね、やっぱりね、まあ、実際にチャートを動いているチャートを見ながら判断ということに、まあ、来週も引き続きなるのかなっていうふうに思います。はい、ですので、まあ、ここ最近ちょっとご無沙汰だった一般公開ライブもですね、まあ、ちょこちょことはやっていこうとは思っています。はい、なかなかね、メンバーシップさんとの、観察ライブっていうのもありますんで、毎日というのは難しいですけど、はい、またやった際はですね、ぜひ皆さんね、コメントなんかで、はい、いただけると、アドバイス等いただけると幸いです。はい、予測の難しい相場でありますが、まあ、来週以降もですね、またいろんなイベントがありますので見ていきましょう。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。